保護して食欲がだんだん落ちてきて下痢してたけどこの不調感は何もしてない。下痢おしっこはしてるんですけどうんちはしてなくて、うん、これ何を食べさせた？ウェットを。カルカンのウェット、はい、ドライはドライはあげてなかったんですけどつけてその食欲が落ちてから、うん、ちょっといろんなの食べさせるために、うんうんカリカリもあげたりとかしてました、うん、でも何も食べない、ね、食べないので無理くりシリンジでミルクあげたりとか、うん、チュールあげたりとか。なるほど。それは無理やり入れると食べない。ちょっとは食べます。ちょっとは食べます。他にも猫いるんだよね。他に今部屋は別にしてて、別にしてます。猫風邪だって言って病院から言われて、この子が、この子、いつ言われましたね、猫風邪。初日その拾って持って行った時に猫風邪がね、宮にとかもすごくって、ちょっと温度をさ何度もない、1度か2度上に上げといて、はい、猫風邪何かありますか？で、これが下痢してたので29日、すごい白血球高い。そうで、原因もわからないって言われたんですよ、そしたら病院で。これコピー取っていいですか、それから。あ、はい、大丈夫です。あとこれも。一応こっちは犬のバルボウイルス用のなんか検査キットで。うんちを調べた。はい、調べてもらって。陰性。これも、はい、そのページだけでいいからね。はい。あとこれもだ。GLGM もマイナスだった。はい。なるほど。はい、じゃあちょっと診断観察していきますね。はい、すごいね、まあ、でも、誕生日推察しますね、ちょっと。はい、はい、じゃあ一人サポート来てください。で、から、そこは頼みます。すごいね。644。体重は今まで測ってます？向こうでは測ってもらってたんですけど。覚えてますか？病院覚えてないです。教えてもらってないです。ただ、最初に入った時よりかは2回目いた時は増えてて。あ、この病院でね。病院ではお家では測ってないんだよね。測ってないです。はい、ちょっと顔を見せてね。あ、かわいい。あ、でも猫風邪というか、ミヤニとかさ、くしゃみはどうなってるんですか？くしゃみはすごいします。まだ朝は顔拭いたりしてる？ミヤニだけ取りました。取りました。やっぱ朝ってやっぱりちょっとだけついてたんで。ちょっとだけね、はい、うん、表面もちょっと、はい、ちょっとなんか耳きたらそう。耳は書いたりはしてないのかな？耳は書いたりしてます。してますね。なんか汚そう。いや、汚い。これちょっとさ、調べますね。要はさ、外の子でさ、どこで飛行機したんです？家の前を歩いてて家の前にいた。そう、でもどうしようもなくて。はい、ユープラテストできる？あ、ちょ、はい、永田さん、ユープラテストお願いします。はい、じゃあ熱測ります。時効ね、時効でユープラテスト。はい、じゃあ、あと口の中見よう。口の中ちょっと見せて。あー、してベロに潰瘍があった。え、ベロに潰瘍があった。はい、右の方に潰瘍があった。それは良くなってるねって言って。なるほどね。ただ、この口の中の色がさ、他に猫ちゃん飼ってるとわかるかもしれませんけど、歯茎の色とかね、舌の色が薄い。もっと赤みがかったピンクですね。全体的にちょっと色が薄い。ってことはちょっと貧血気味というか、低酸素気味というか。これはね、ご飯もしっかり食べてなければさ、普通はこの子だったらさ、ちゃんと食べてさ、1日3回全部。うんちなんて1回じゃないもんね。それまではすごいしてたんですよ。あ、出ました。2回3回出ました。出てました。でも下痢だったので、はい、吐き気はあったの？その時
そんないなかったです、食べて、食べるときは。ここ本当に3日間ぐらい、食べなくなって、吐きそうな感じがあります。ちょっと食べると吐きそうな感じ。でも吐いてはいない。吐いてはない。吐かんかったらそれが芸を取らせるのがいないだもんね、だって。触ると。こんな感じ。最初はもっとガリガリで。そうなの？もっとガリガリだった。三十九度2です。九度2、九度3分ね。そしてこれ直接 FT で誰だ？石崎君はこれ直接の FT かけて。全部。次で直接。インチも調べます。まあ脱水してますね。踊る。名前は何ですか？その名前はですね。レモン、井上さんのレモンちゃん、はい、お腹さらして。もともと聞いてたところ、はい、子猫だから甘いできることがないって言われて、そう、うん、でも調べてくれるの？溶けてるとか。そう、調べて、なんか点滴もしようかなって言われたんですけど、子猫だからあまりしたくないし、抗生剤もあまりやりたくないなって言って。じゃあ特別お薬とかもらってない？薬はその下痢止めだけ。下痢止めと、ゲンタシの目薬。はいはいはい。ゲンタシの目薬。それは何回させてます？ 1日。1日3回させてました。でもゴロゴロいってるじゃん、この子。喜ぶは喜ぶんですよ。人に触られると。あ、本当。調子にできない。ゴロゴロしか聞こえない。ちょっといいです。ちょっと一瞬ね。ちょっとゴロゴロ止めたいから。ちょっと嫌なことされると。ごめんね。ああ。出てきちゃった。ああ、出てきちゃった。ごめんなさい。せっかく。これ朝食べたの？こんなけ。朝、チュールと、ちょっと、あ、でも、これ夜中です、多分。夜中じゃあ置いといたんですよ。カリカリ。胃腸が動いてないね。別に吐かせようと思ってやったわけじゃないんだけど、ごめんなさいね。ちょっとこう。で、それちょっと拭いてくれる？分かりました。脱水してるしさ、点滴もした方がいいんだけど、もし可能だったらちょっと全身検査して、いろいろ、まあ、ジアルジアとパルではないとかっていうことなんで。あの検査って確実なんですか？いや、違う。そうですよね。100% じゃない。でもまあ、8割ぐらいの可能性はありますからね。だから、とね、ちょっと脱水してるから点滴したいんですよ。水を全然飲んでない感じで、だからなんとかね、点滴も2種類あります。外来でやる子にちょっとさせて、たまる方法と血管加工をしてやる方法と、できればさ血管からやりたいね、こんだけ出してるから。でそれでまあできる範囲の検査をやらさせてもらって、だからちょっと夕方までは最低預かりたいんですけど。わかりました。いいです、はい、あとこの子ってさ、ここにポトッと薬垂らすのもやってます？やりました。あ、やってます。いつやってます？あ、そうですよね。あ、飲みの。そうそうそう。この子も20拾った日にあって、うちの飼い猫も2匹とも。あ、やりました。やりました。それは何？レボリューションプラス。ブロードライン。ブロードラインだと思います。あ、ブロードラインね。うん、どっちか。で、こういう子来たら、あれはさ、ブロードラインでさ、飲みとマダニと、から左や血管につく寄生虫、それから消化管内寄生虫、海虫とか空虫、はい、あともう一個セナダムシ、ブロードラインは、そこまで予防できるのはとても、注射器みたいなやつ、ね、そうそう、注射器みたいなのでこういうのに垂らすやつ、はい、そうです。ブロードラインあ、それでそれです。で、飲みもすごかった。で、それでもう飲み、パーッと動いたのはない、その後はないと思います。ごめんなさい。あのさ、3番にいるワンちゃんって誰？あれミリアム。4番に移して。3番ダメ。
で、この子3番にします。本当はね、飲みないね。洗ったですか？洗いました。あ、本当に全部綺麗だもんね。最初下痢が本当にすごくって、部屋中っていうか、ゲージ内が全部うんちだらけになっちゃってたので、毎日洗ってました。あ、最初の頃ね、はい。だから拾った猫にしては随分綺麗だなと今思ったんです。よいしょ。ちょっと今できるだけちょっと処置します。はい、点眼。これはあのなんだっけな、ホウ酸とヒアロン酸が入ってる目薬で、目と鼻にね。ホウ酸は目を洗うときに使うんですけど、弱い殺菌作用があるんですよ。でプラスヒアロン酸は目に潤いを与えると。それと。ちょっと間多いで、耳めっちゃ汚いからその耳垢を調べますけど、もしかしたら耳ダニがいるかもしれない。あ、それは予防できないんですかね、ブロードライン。ブロードライン、耳ダニはね、ちょっと弱いね。ブロードレボリューションの方ができません、耳ダニに関してはね。だからまあ、いればレボリューションつけますんで、ね、私、はい、とりあえずちょっと耳だけ入れさせてます。これはあの、なんだっけ、溶化銀、銀製剤で炎症を沈めて細菌とかカビを抑えます。はい、で今度これね、これじゃないよ、インタープロン。これは猫風邪の薬です。インタープロンを目と鼻に、はい、それとあと最後、せっかくゲンタマイシンが多分効いてると思うからここでもゲンタマイシン使います。でこれはね、回数はね、時間があるんだったら3回にとどめないもっと、やればやるほどいいですよ。うん、目と鼻に。だからここでは2時間おきぐらいにちょっとやらさせてもらいます。こうやって目と鼻とね、それだと吸入、吸入ってわかります？耳鼻咽喉科行くとかこうやって当てるじゃないですか。それ、それをまあこれはできないんで部屋ごとね。はい、じゃあ1回消して3番部屋ある？3番で3番で吸入して。で、これで撮影していい。あ、黒で撮影しても。さあ、それでちょっとだけお話ししてからね、お願いしますね。